バウンスパスエチェニケに入った。おっとこのボールが乱れた。ハレルソンに狙ったボールだったが、これ乱れてワンハンダンク、トレイポーター豪快に決めてきました。今中に川島という状況ですが、バウンスパス、スキップパス、外のパスワーク、ドーハラスリーポイント決まりました。ショートクロック6秒、ドーハラスリーポイント。ハミルトン前節ゲーム2はスリーポイント12分の7でした。31得点。ベースラインドライブからかわしてセカンドチャンス川島、見事なシュート。ディメツのスクリーンからつないが入って、クイックリリース、キャッチアンドショット、スリーポイント、渡辺。プロ契約での今シーズンのこの土屋です。そして長谷川、長谷川フローターショット、フォーターから谷中に入ろうというところ、土屋のプレッシャー、フェーダメショット落ちてディメツリバウンド、西宮の得点です。これで2桁、また10点の差がつきました。中にバンスパス、エチニケ、ディメツリバウンド決まらない。落ちたボール、ディフェンスリバウンド、福島です。今もドーハラスティールになっていたが、エチニケいって N1。 最後ここが前に立ちはだかっていたつないでした。つないのファール、ドーハラから、ここハミルトン、ハミルトンスリーポイント、あーこのスリーポイントは落ちる。でここはファールでした。ディメッツが決めて、このファール、ディメッツの2桁。ここはかなり苦しい体勢だったんですが、ディメッツ決めています。しっかりショットクロックギリギリまで使いながらオフェンスリバウンドです。ここもディメッツ、長谷川につく、で豪快に沈めていった、ワンハンドでエチュニケ。ポーターのスクリーン、ドーハラ、ドーハラドライブ、フローターショット沈めた、ドーハラ。外でパスワーク、ドーハラスリー狙うか、フェイント、村上がつく、お決めた、ドーハラ。うわ今村上も、西宮残り第4クォーター18秒、川島打ったヤボール、セカンドチャンス、バンクショット決めました。狙っていこうというところだったんですが、エアボール、長谷川に対して、ここもダブルチームですぐ長谷川バンクショット決めた、2本目決めた、トレイポーター。これで再び2ポジション、攻め急ぐが、このボールつないが取った。